WCW 女子クルーザー級初代王座決定トーナメント予選 A ブロック1回戦30分一本勝負、中野千尋対シュガー佐藤。さてさて、瀬野さん、例のあの上松がすでに、そうですね、出場を決めている WCW の女子クルーザー級の、トーナメントの予選になりますね、はい。まあアメリカ側からあとマリア・ホサカという選手が出て、はい、まあ、残りの2人を、はい、まあ決めようという、そういう、ここ、まあ、この後楽園大会とこの後の浜松大会でトーナメントが行われて、はい、それぞれの優勝者 が、まあ、出場資格を得ると。で、まあ、1回戦ですね、はい、こちらが後楽園ブロックの。さあ、この A ブロックを制するのは誰か。まずはそれぞれのブロックが4名ずつで争われる、ね、ということですからね、はい、2回勝ってやっとということで、おっと、はい、これ中野選手悔しかったんじゃないですかね。ですね、一番膝十字ですからね。これちょっとカットされてますけど、瞬間膝十字合戦だったんですけどね、はい、まあシュガーの方がやっぱり実際に決めた数の多さで勝ったかなっていう感じでした、はい。トーナメント予選 A ブロック1回戦30分1本勝負、里村芽衣子対沼尾真希恵。いや、最近調子を上げている沼尾ですね、はい、里村相手だと非常に蹴りが出しやすいというふうに言ってましたが、ね、まあ、体がごっついですからね、思い切って蹴りが出せるということだと思うんですけれども、うん、まあ、結構ヒートするんですよね、はい、この2人の試合というのが、まあ、本当にごついという話が出ましたけども、カオルさん、はい、里村は入門した頃に比べると本当に大きくなりましたよね。そうですね、この子一番太ったんじゃないですか。12キロ増えたと思ってますね。かー、デビューした時は52キロぐらい、今65キロぐらいって言ってますよ。12、3キロ増えたんですか。12、3キロって言ったらちょっと分かりにくいですけど、まあ、例えばステーキにしたら12、3キロですよね。もうすごいもん、増えませんよね。全然分かんないですよ。松本選手でも食べれるかどうか分からないっていうぐらいですよね。さあ、蹴り合いで、おっと、これドラゴンスリーパー、やや形崩れてますが、どうでしょうか。ああいうのも結局体重が里村選手の方が大きいから押せちゃうんですよね。なるほど。さあ、これグラウンドでもテイクがちょっと決まり方不完全ですね、これやっぱり中腰ぐらいじゃないと決まらない技ですから、しかし攻められるばかりでは勝つということはできませんから。そうですね、里村も何か一発を狙ってるんでしょうか。ここのとこお互いタッグの試合が続いてるんでね、はい、ちょっとあのシングルでの決めどころっていうのを、まあ、ちょっと勘が狂ってるかなっていうのを全体的に感じましたけれども、はい、沼尾はコーナーに登ったところ勝ち合いた、しかしこれは沼尾、お前丸め込んだ、カウントはカウント2。意外と沼尾選手コーナーうまいんですよね、はい、丸め込んで。そうなんですよね、前もそういう話出ましたけども、もしかしたら月切りよりもグランドの方が、おっと、逆に政権突き中断で食らってしまった。そして腕石に逆十字、飛びつき逆十字ですね。おっとタップ、いや決まってしまいましたね。決まってしまいました。この2人の場合こういう決まり方多いですからね。はい、まあ、一瞬の隙をついた方が試合を制するということでしょうか。さてこの試合の結果、里村とシュガー佐藤で決勝が争われることになりました。非常に楽しみです。 WCW 行くのはどっちだ。 WCW 女子クルーザー級初代王座決定トーナメント予選 A ブロック決勝戦、シュガー佐藤対里村芽衣子ということですが、須山さん、はい、なかなか非常に興味深いんですが、シングルじゃ本当久しぶりですね、はい、あのネオソウル なんとかネオエナジーヒストリーですか。失礼しました、あれ以来じゃないですかシングルだと。そうなりますかね。あの後はシングル、あのちったのトーナメントで一回当たったのかな。トーナメントでは当たってないですね。あの時当たってないですか。じゃあもう本当にかなり1年ぶりとか1年以上ぶりとかそういう感じじゃないですかね。いやということは、まあ、タッグではもちろんね、何度も当たってる2人なんですが、意外と勝手が違ってくるという。そうですね、はい、で特にシュガー選手の方はですね、オズ結成して以来シングルでやったのは、あの大日本プロレスで中島選手とやった時以来ですからね。はい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 、あの密かに出てしまったの大日本ですから、まあ第1回戦はどうにか乗り切ったんですけれども、やっぱりなんかちょっと見てるとちょっとあのシングルマッチのテンポをつかみきれない、はい、という印象がしましたね、体がもうタッグに馴染んじゃってるんですかね。そう、リズムってものがあるんだと思うんですけど、
どうなんですかね、カール選手もずっとあの前日の頃はタッグがずっと多かった時期とかシングルが多かった時期とかあるじゃないですか、はい、そうなってのあるんでしょうかね、タッグばっかりやってるとちょっとポッとシングル来た時やりにくいとか。そうですね、まあ、やりにくいのはやりにくいのであると思います。体力的に、うん、タッグだと休みどころとかそうですけどね、ありますけど、シングルだとそういうのはないですから、ね、うん、辛いんじゃないですか。まあ、あと試合数の違いっていうのもあるんですかね。そうですね、まあ、あと里村選手はここのとこね、この間も後楽園でオズにやられてました、はい、あとシングルだともう体を破壊してやるとか、結構やるときは体を破壊するぐらいやっつけてやるんだとか、かなり物騒なこと言ってましたからね。やっぱシングルでは絶対に負けれないっていうのあったんじゃないですか、はい、本当に普段の姿からは想像できないくらいに、このリングの上の姿の方がね、もちろん、あの皆さんには、おっと、ここで素早くリングにしたんですが、里村選手は意外とこう失敗少ないんですけどね、まあ、もしかしたら初めてやったのかもしれませんね、ああいうリングインは。で、スイングネックフリーか、やはりこの技には説得力がある、しかしカウント2。シューガーとドロキック、これはすかされた、はい、そして里村飛んだがショルダーアタックをすかされた。脇腹のドロップキックっても意外と見かけ以上にえげつないっていう感じですよね、筋肉ないところですからね、はい、で場外鉄柵へ叩きつけた里村を、うん、さらに観客席椅子へ叩きつける。やはり椅子というのは必須アイテムですかね。そうですね、と2発目パイプとこがガツンと行きましたね、はい、そしてさらに観客席へ。この日はよく入ってたんで、はい、超満員でしたね、前回の後楽園大会も久しぶりということもあって2300人超満員ふらだめという結果でしたが、はい、この日も負けず劣らず超満員のお客さん、これまでほらずっとと言いますか、まあ、千葉とか折に触れて姿を見せていた校長先生が、はい、この日はいません、はい、この日はJWP が KBS ホールで、そうなんです、まあそこそこ大きい試合ですからね、はい、京都の会場ですね、それをほっぽってくるわけにはいかない、いきませんね、ですから安心かなと思いつつ、はい、見ていたら、うん、なんと代わりと言っちゃなんですが、尾崎選手のお母さんがなんか観戦にいらしていたという、情報を聞きまして、さすがの手出したりはしませんでしたけどね、まあ言ってみれば校長代理とでも言いましょうかね、まあその辺知ってか知らずか、おっとまたも椅子を完全に片付けなかったのはこういう時に使うため。カオルさん、しかしこのシュガー佐藤なんですが、本当にこう、まあ、よく言うと回転が、頭の回転が良くなったと言いますか、まあ、難しくないんですよ、あ、悪く言うとそうなりますよね、はい、ずる賢いっていうのは武器ですからね、そしてミサイルキック村井亭炸裂、そのまま抑え込むがカウントはカウント2。ブリッジはね、里村のブリッジは本当に鼻の頭が待ってますからね、ハイブリッジってやつですね、はい、さあエルボーを狙ってたんでしょうが、でしょうね、ところがこれを叩き落として逆に里村、おー、バカ野郎が出ましたね、気迫あっていいですね、抑え込む、しかしこのブリッジもすごい、やっぱ基本北斗選手が檻に触れて、はい、外野の選手は基本ができているっていうのは、はい、まあ、こういうことなんでしょうね、ブリッジの高さ一つ、その安定感一つ、はい、しかし赤野郎で決まらないとなると当然、おっと、はい、これはうまい、しかしこれを切り返して、しかしさらに切り返して膝十字だ、最終的に決めたのはシュアーサート、しかしロープブレイク、やっぱり一歩先読むですね、というところではシュガー選手の方が一枚上かなと、はい、まあ、やはりこの里村も加藤園子と同じようにまっすぐな選手ですから ね、これは面白い決め方だ、してまたしても
これはやや流れた。そしてロープブレイク、しかしもう完全に決まっていたら分かりませんでしたよね。リング上だと分からなかったです ね。さあそしてオクラホマスタンピートが、なんだこれ、うわ最近こういうのが多いんですよ。なるほど。しかしそれを抜けてリッチョ決めろ。逆に腕を取り返した。腕しい逆にロープ近いがどうだ。ロープブレイク、相手の技切り返す逆十字行くっていうのが最近非常に多いですね。さあおさあこれ出るか。出ませんでした。不発。逆にバックを取ったのはシュアサト、強引に抑え込んだ。惜しいタイミングでしたね。しかしカウント数、はい、いやあのまま決まったかと思ったんですがね。さあそしてボディスラムで叩きつけて、ここでエルボーですね。あのアピールはニュートラルコーナーにちょっと登るのは、どうだ。おっとこれか。先ほどのあもうすぐタップ、ね、いきなりのタップ。シュガー佐藤タップ。勝ったのは里村。 WCW 行きの切符を手にしました。あれ自爆して肘を打った方の、はい、決められましたから、まあ、あれは、はい、もう文句のつけようがないっていう感じですね、里村に関しては。